日本国神奈川県川崎市、中原区中原区は、川崎市を構成する7行政区のうちの一つである。東京都心部や横浜市へのアクセスに恵まれていることもあって、人口、世帯数は7区の中で最も多い。また、サッカー J リーグの川崎フロンターレの本拠地である、とどろき陸上競技場や川崎市市民ミュージアムなどの、ある、とどろき緑地が区内にある。さらに、 県内有数のパンジーの生産でも知られている。川崎市のほぼ中央に位置する。区の北東は多摩川で東京都と境を接し、西南は八神川が流れる。全般として平坦な地形であるが、高津区や横浜市に隣接する伊賀地区などは丘陵地になっている。武蔵小杉の高層ビル群中原区内では一部の区域で 住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。川崎市の町名の町名にはアラビア数字が広く採用されており、官方国時等において関数字表記されている場合であっても、ここではアラビア数字で統一している。武蔵小杉駅を中心に先端企業が集積する。事業所数、従業員数はもに川崎市内では川崎区に次いで多い。 従業者数では、サービス業、卸売、小売、飲食店、製造業の順となるび川崎市。大規模な事業所としては、富士通本店、川崎工場、NEC 玉川事業場、三菱不装トラックバス、川崎製作所などがある。そのため、これらの企業の関連会社が数多くある。また、キャノン、京浜、サントリー、東横化学、 東京大加工業、東京電産などの事業所もある。下小田中地区は県内でも有数のパンジー生産量を誇り、古くから花物内の生産が盛んである。品質面でも高い評価を受けており、神奈川ブランドや川崎農産物ブランドの川崎育ちにも認定されている。 1998年1月21日には、区政25年を記念して、パンジーが、区の花に制定された。公立高等学校私立高等学校公立、中学校私立中学校中心となる駅、武蔵小杉駅、中原平和公園と武蔵小杉のマンション群。ありがとうございます。